ウィザーズにトレードされたクリッパーズのリバース、AP、写真を。拡大 NBA クリッパーズとウィザーズの間でトレードが成立。クリッパーズはドック・リバース監督、56、の息子で昨季59試合に先発したガードのオースティン・リバース、25、をウィザーズに放出し、ウィザーズから主力センターのマーチン・ゴータット、34、を獲得した。2012年のドラフトで全体10番目に指名されているリバースは、昨季61試合に出場して15から1得点をマーク。父リバース監督との合体は4シーズンでピリオドを打ち、ウィザーズは3つ目の所属チームとなる。ポーランド出身のゴータットは2005年にマジックで NBA デビュー。すべてウィザーズに在籍していたここ5シーズンで欠場したのは8試合だけ。で、スクリーンプレーの際の壁として重要な役割を果たしてきた。しかし昨季の得点は8期ぶりに2桁を割り込んで8から4得点。今季がウィザーズとの契約最終年だった。クリッパーズの先発センターはディアンドレ・ジョーダン、29、だが、今季の年俸241.0万ドル、約26億5000万円、のオプション契約を破棄して FA になる可能性が大。